YouTube で月収20万プラスの幸せ人生。ついに見つけました。稼げる集客方法。これならほとんどの人ができるでしょう。もし月収が20万円増えたら、というお話なんですけども、このページはですね、例えば年金だけでは生活が苦しい高齢者の人とかね、高齢者といってもね、まあ60過ぎの方、パート収入では生活が大変な人、子育てシングルマザー、その他副収入が欲しい人、そういった方にご覧いただければ幸いです。まずね、想像してみてください。もし今の収入が毎月20万円増えたら、あなたは何をしたいですか？まあ人によっていろいろと違うと思います。人によっては自分の家を持ちたいとかね。まあこの家とは限りませんけども、人によってはね、家を持ちたいとか、それからね、車を買い替えたいとか、それから家族でね、旅行したいとか、のんびり温泉旅行したいとか。で、もうちょっと20万じゃなくて30万とかね、35万とかね、もうちょっと収入が増えたら、今の仕事から転職したいっていう人もいるかもしれませんね。で、とにかくね、インターネットでは集客さえできれば稼げるんですよ。インターネットで収入を得るには集客が最も大切なんですね。集客さえできれば、アフィリであろうが、商品販売であろうが、何でもうまくいっちゃいます。そしてなんとですね、何も売らなくても稼げるんですよ。実はインターネットで最も集客が簡単なのが YouTube なんですね。で、そういう私はですね、今67歳。もうすぐ70歳に手が届きそうですけれども、インターネットだけで生活してるんですね。収入源がなくて生活に困っていた。そんな私にもできた人並み以上の生活ができる方法。これならね、もっと若い人、例えば、パート収入では足らない人とか、子育てシングルマザーとか、そして副収入が欲しいサラリーマン、誰でもできるんじゃないかなと思います。もちろん YouTube ですけど、名前を出す必要もない、顔も出す必要もないんですね。だから、例えばサラリーマンの方でも名前も出ないし、実際やってるのがわかんないから、今の職業を続けながらでもですね、アルバイト的にでもですね、夜ちょっとした時間を使ってでもやれますね。YouTube で月収20万プラスの幸せ人生。この動画を見ていただいているあなたに、特別無料マニュアルをプレゼントさせていただきます。ここをクリックするとすぐ見れますよ。スマホの人は下の説明から見れます。